それじゃ俺から自己紹介。名前は荒川龍之介、売れっ子のフリーライターだ。売れっ子ね。専門はオカルト。ちなみに今月号の週刊セブン幽霊村大特集号は俺が書いた。よろしくな。幽霊村の特集？じゃあ、あの記事はあなたが？知ってるのかい？はい、私読みました。僕もその特集号なら読みました。結構いろんな場所の話が載ってて面白いなって。そいつはどうも。あれは資料とかの下調べで難儀したからな。そう言ってもらえるとやった甲斐があるよ。週刊セブン。へえ。みんな読んでるなんて、その雑誌すごい人気なんだね。たまにしか読まないんですけど、電車の釣り広告とかで見出しだけは欠かさず見てます。今月号はたまたま買っちゃったっていうか。もしかしてあんた週刊セブン知らないの？聞いたこともないね。本当かよ。週刊セブンは釣り広告とか新聞とかでよく宣伝してるから見ればわかると思いますよ。ロゴは確か赤字に白抜きです。あいにくそういう広告は記憶に残ってないよ。驚いたな。週刊セブンを知らないなんて。雑誌とかはあまり読まないのか？そういうわけじゃないけどさ。それで、あんたたちはその記事を見てここへ来たっていうのかい？あ、いえ、僕は偶然ですよ。私も偶然です。記事を読んでここへ来たわけじゃありませんよ。それじゃあ荒川がここへ来たのは取材か何かってわけかい？もちろんですよ。おか、しかし記者さんか。あんたみたいなやつを見てると、もう少し自分を大事にしろって言いたくなるよ。お気遣い、どうも。それじゃあ次はあんたの番だよ、お嬢さん。え？あ、私は十和田です。八重って言います。向こうで寝てるのは私の連れで黒沢拓海くんです。
あんたら夫婦してるのかい？あ、いえ、違います。夫婦とかそんなんじゃないです。彼はその私の彼氏で、まだそこまでじゃないっていうか。この村へはドライブで来ました。二人で旅行したのは初めてで、ちょっと緊張しちゃって。たくみくんは疲れて今ちょっと寝ちゃってますけど、日帰りのつもりで東京からやってきました。あ、学生じゃなくて一応社会人です。あの、よろしくお願いします。ドライブってことはデートでここへ来たってことだよな。そうですけど。いや、その村人が全員死んだっていう廃村にデートしに来るなんて変わってるなって思ってさ。そうですか。まあ、人それぞれさ。にしても彼女を置いて男は先に酔いつぶれてグースか寝ちまったのか。こんな村で可愛い彼女を残して高いびきだなんて。ったく、彼氏ってのは気楽なもんだね。ちょっと長旅だったもので。まあいいさ、あんたも飲みなよ。はい。乙部、ほら、あんたも食べな。ん、あ、はい。イカですか。なんだい、イカは嫌いかい？いえ。だったら食べな。しっかり食べてないからそんなに青っちょろくなっちまうんだよ。ほら、しっかり食べな。ほら、ほらほらほら。ま、ちょっと。いただきます。あ、うまい。だろ。ところで乙部、あんたも野球か何かやってんのかい？僕はそういうのっていうか、僕運動とか全然そこまでは一緒じゃないか。確かに野球とかやってそうには見えないもんね。何のことだよ。ああ、いや、その、僕、知り合いに似ているみたいなんです。知り合い？ひょっとして、共通の知り合い？ははは、そんなんじゃないよ。私の知り合い。
サトシってんだ。もう20年以上も前の話だよ。それにサトシはもうとっくに死んじゃってるからね。僕もよくは知らないんですけど、いい人だったみたいです。もちろんさ。こう言っちゃなんだけど、サトシはあんたなんかよかずーっとしっかりしてたよ。すみません。ところであんたらはどういう知り合い？この村へ着いてすぐに会ったんです。だから僕はあまり。あんた名前は？すみません、自己紹介が遅れました。僕は乙部明。僕もドライブできました。あんたもこんなとこにドライブかよ。一人で？いえ、あの、その、いろいろあって、友達とはぐれてしまったんです。はぐれた？はい。はぐれたって、なんだ？途中でみんな消えてしまったんです。は？消えた？消えたってどういうことですか？おいおい、いきなり百物語か？そういう話はもう少し場が温まってから。そんなんじゃないんです。どういうことなんだ？説明してくれ。今朝東京出て、僕たち山沿いの道をずっと走ってたんです。運転は友達がしてました。それでしばらくして、この村全体がよく見えるようなちょっと見晴らしがいいところに出たんです。そこでちょっとトイレ休憩でもしようってことになって、僕は用を足そうと思って茂みの方に行って、その後戻ってきたらみんないなくなっていて、車ごとなくなっていたんです。それってさ、言っちゃ悪いけど、あんた友達に置いてかれたんじゃねえの？友達はさ、あんたを怖がらせようとしてんじゃねえ？どんな友達だか知らないけどさ。友達はひょっとしてまだその辺に隠れてて、あんたが一人で怖がってるの楽しんでるんじゃねえの？そんなはずありませんから。僕の友達はそんな意地悪じゃありません。勝手なこと言わないでください。だよな。悪い悪い、いちいちムキになるなって。
可能性の話をしてるだけ。僕は車のすぐ近くで用を足していたんです。でも走り去るエンジンの音は聞こえなかった。それじゃあ本当に車が忽然と消えてしまったってことですか？友達も一緒に？でもそんなのちょっと信じられないけど。僕にだってわけがわからないですよ。それでパニックって友達とか車とか探してあちこち走り回っているうちに崖から足を滑らせていよいよ道に迷ってしまったんですよ。なんだよ。大したことないよ、そんなの。え？どういう意味ですか？三人とも、この村の住人じゃないからね。知らないのも無理はないか。それはね、鬼隠しって言うんだよ。この辺りにはね、昔から人が忽然と消えることがあるんだよ。それをこの村じゃ鬼隠しって言うんだ。でもそれっていわゆる神隠しですよね。なんで鬼隠しって言うんですか？この村はさ、昔鬼ヶ淵村って呼ばれてたんだ。鬼ヶ淵村の名前ともなった沼の底は鬼の住んでる地獄の世界とつながっていたっていう言い伝えがあってさ、その沼は海より深いと噂され、飲み込まれればそのまま黄泉の底まで沈んでいくと伝えられる底なしの沼だった。その沼の名前が鬼ヶ淵。それじゃあここに書いてある鬼ヶ淵っていうのは。そう、それよ。雛見沢村って名前に改称されたのは明治の頃。それまではこの村は鬼ヶ淵村って言われてたんだ。お社様ってのは慈愛に満ちた神様でさ、鬼たちは村人を襲うのをやめてその意向にひれ伏し素直にお社様の言葉に従ったんだと。それじゃあ鬼たちはおとなしく地獄に帰ったんですか？そうなりゃいいんだけど、鬼にも事情があったみたいでさ。彼らは地獄を追放された鬼たちだったもんで、帰る場所なんてないとお社様に泣きついたそうだ。お社様は鬼に人間の姿を与え、
村人と共存できるように計らったんだと。その後、人と鬼の混血が進み、この村は半人半鬼の住む村になっていったんだ。で、問題はここから先なんだけどさ。問題？鬼は鬼でも、そいつら人食い鬼だったんだよな。ってことは、人食い鬼は人間の姿を与えられていても所詮鬼だ。何かのきっかけで衝動的な人狩りの本能を抑えられなくなることもある。人間と交わって血が薄まったって、鬼としての本能は DNA に刷り込まれてる。だが、だからといって村人同士で共食いするわけにはいかない。だから彼らは時期を決めて定期的に人里へ降りて。まさか、人をさらって。さすがオカルトライターとやらは詳しいね。こっちが感心しちまうほどよく調べてあるよ。そりゃどうも。ま、その記者さんの言う通りさ、それが鬼隠しってやつだよ。鬼にさらわれ食べられる。まあそんなとこ。昔は鬼隠し村の村人たちが人里に押し寄せ、哀れな生贄を無理やり力ずくでさらったなんて言われてる。お社様はどうしたんですか？今度は仲裁してくれないんですか？人さらいはお社様公認さ。お社様はこの村の守り神だからな。村人が平和に暮らしていければ問題なし。人と鬼が仲良く暮らすためには犠牲が出るのは仕方ないことだって、お社様も割り切っていたっつうわけ。ひどい話ですね。誰かが生きるためには多少の犠牲は仕方ないだなんて。そうやって生贄をさらってきた夜には、その儀式として綿流しとかいうものが開かれたって話もある。綿ってのは人間の内臓のことな。ま、どこまで本当かは知らないが。それじゃあ乙部君の友達は鬼隠しにあって、今頃は人食い鬼の生贄に。信じられない話だが、実際にそんなことがあっちゃ信じないわけにはいかねえよな。少なくとも乙部の友達は何らかの怪異に巻き込まれて消えたんだから。ちょっと待ってくださいよ。まだ決まったわけじゃないでしょ。友達は絶対生きてますよ。あ、ごめんなさい。縁起でもないこと言って。言い方がまずかったな。悪い。まだそうと決まったわけじゃないよな。友達ってどんなやつだったの？明日一緒に探してやるよ。いいですよ。自分で探しますから。よくねえよ。大事な友達なんだろ。鬼なんかに食われてたまるかよ。な。その友達と仲は良かったんだろ？ええ、まあそれはそれなりには。
乙部。はい。どうしたんだい？顔が真っ青だよ。あ、いや、その、そんなことないですよ。あんた、もしかして鬼隠しにビビってんのかい？そんなんじゃ。そうだよね。いいっていいって。まあ、仕方ないさね。こんな状況だ。怖がらない方が異常ってもんさ。すぐ近くでなくても、同じ村の中に死人がいるんだから。あんたさ、ちょっと不謹慎じゃねえの？こいつの友達が鬼隠しっていうか、ただちょっとはぐれてるだけだってのにさ。そうだよね。ただちょっとはぐれてるんだよね。ねえ、乙部。まあどっちみちここからじゃ歩いて帰るわけにもいかないしな。明日俺たちの車に乗っけてってやろうか。いいですよ、別に。いいって、なんだよ。別に遠慮はいらねえぞ。いや、本当に。荒川さんとやら、おせっかいはよしなよ。この村じゃ人が消えることなんてよくあること。特に騒ぐようなことじゃないのさ。さてと。すっかりごちそうになっちまったね。おい、あんた、ちょっと待てよ。待てってば。おい、なんだい。なんだいって自己紹介。まだなのはあんただけでしょうが。あんたの素性が一番気になってんのよ。私の名は園崎美音。ここ雛見沢村の住人だよ。え、園崎ってまさかあの園崎か。どの園崎でもいいだろう。別に。あの、ミオンさんって有名な人なんですか？有名も何も、園崎って言えばこの辺りの名家。かつて雛見沢村を支配していた御三家の一つよ。そんなもん昔の話さ。って園崎さん、どこへ行くんですか？ちょいと用を済ませてくるだけだよ。用って。いちいちうるさい坊やだね。私はもともとこの神社に用があってきたんだ。あんたたちの相手をするためにここにいるんじゃないんだよ。
何、遠くへ行くわけじゃないよ。この集会所の裏にある建物に用があるのさ。裏ってひょっとしてあれか。どうしたんですか。決まってるだろ、集会所の裏って言えば細具で、木々の道具がしまってある場所だよ。サイグデン。だからサイグデン、お祭りの道具だよ。この神社の神主である古竹と村のごく一部の限られたものしか開けることができないというサイグデン、そこにはこの村の秘技に使われた道具がしまってあると言われていて。興味があるなら乙部もおいで。僕もいいんですか。あんたが来るくらい構わないだろ。当然俺も行っていいんすよね。好きにしな。あんたも来るかい。あ、いえ、私はここに残ります。彼がまだ起きないから。匠くんが起きた時、部屋に誰もいなかったらびっくりすると思うんです。それに、それに、さっきの鬼隠しの話を聞いてたら、なおさら彼をここに一人で残すことなんてできないです。ちょっと考えすぎかもしれませんけどね。そうですか。一人きりではないにしろ、着物座った子だね、乙部。あんたも見習いな。僕は別にビビってなんかいませんよ。ほう、その顔のどこがビビってないんだよ。だから別に。彼、もうすぐ起きると思うから、起きたら私たち先に東京に帰りますね。ああ、そう。じゃあ、サイグデンから帰ってきたらもういないかもしれないのか。そうですね。それじゃあ、気をつけてな。いろいろごちそうさん。どうも、十和田さん。じゃあ。さよなら。どうしたんすか。
いいかい、音を立てるんじゃないよ。すみません。はい。行くよ。園崎さん、一体どうしたんすか？誰かいるみたいだね。え？近くにいるんだ。お前、何か聞こえるか？全然。何かいる。騒ぐんじゃないって言っただろ。すみません。あれが、サイグデン？みゆきちゃん？龍之介さん？はあ、よかった。車から戻ってくる途中、迷っちゃって。迷った？地図を車に置いてきたから、どっちが集会所か分かんなくなっちゃって。その時さ、荷物は持ってこられたのかい？え？ああ、はい。おかげさまで。ずいぶん長いこと迷ったんだね。え？その荷物、ずいぶん濡れてるじゃないか。おう、そうなんです。土地勘がないと、どうも容量がつかめなくて。ところで、龍之介さんたちはどうしてサイグデンへ？いや、園崎さんがここに用事があるって言うから、一緒についてきたんだけどさ。すごいですね、サイグデンを見せてもらえるなんて。
どうしたんですか、龍之介さん。ぼーっとして。もしかして熱があるとか。静かに。あんた、そこちょいとどきな。はい。乙部、そこ照らしてみな。あ、はい。すごい鍵ですね。ほんと、古風な鍵だよな。仕方ない。でも、鍵がかかっていたんじゃ中には入れないですよね。どうするんですか。どいてな。それって園崎さん。やっぱ日本刀。あんたどうしてそんなもんを。っていうか何するつもり。っていうか荒川、口を閉じてそこをどきな。はい。ミオンさん。あんたたち、いつまでぼーっとしてるんだい。行くよ。はい。真っ暗だから転ばないよう気をつけな。あ、はい。あ、懐中電灯の明かりだけで十分だよ。むしろそっちの方が都合がいい。
正面にあるのがお社様か。これが雛見沢の守り神ですか。なんかすごい。ここってお祭りの道具がしまってあるはずですよね。なのにちょっとおかしくないですか。その疑問は当然だな。まあ綿流しってお祭りはそもそもちょっと変わっててな。雛見沢でお祭りって言ったらな、鬼が人を喰らう時のお祭りを言うんだよ。綿流し、つまり綿、臓物を流すお祭りの儀式ってことだ。これがその道具。まさかとは思っていたけど、こんなものが本当にあるなんて。ここにあるものは全て人を殺すためのものなんですね。おとき話なら鬼と人との共存も美談となるんでしょうけど、綺麗事だけで渡っていけるほど世の中は甘くないってことですか。みゆきちゃん、龍之介さん、大丈夫ですか？ああ、平気平気。すっかり縮み上がっちまってるようだね。これが鬼隠しの実態さ。もしかしたら乙部、あんたの友達も鬼隠しにあって今頃は料理されているのかもしれないね。園崎さん。ああ、ごめんよ。まだそうと決まったわけじゃないしね。まさかこんなものがいっぱいあるなんて思ってもいませんでしたよ。まるで見せしめみたいじゃないですか。見せしめ？そうです。言うことを聞かないとひどい殺し方をするぞっていう。ああ、実際その通りだよ。雛見沢には特殊な掟があってさ、掟を破った村人は見せしめにひどい殺され方をしたらしい。どういう掟なんですか？まあ言ってしまえば外界との交流断絶だな。つまり村に入れるな、村から出るなってこと。人の流れを雛見沢周辺と断ち切るための掟ってわけだ。その掟ってもしかして、さっきの話から考えると半人半鬼の血を守るために決められたっぽいですよね。まあな。
さっきの話って何ですか？ああ、雛見沢の歴史の話をみゆきちゃんがいない間にちょっとね。それってもしかして寄生型宇宙人の話ですか？宇宙人？何ですかそれ？あれ？変なこと言っちゃいました？いや、そういう話もないわけじゃないよ。ネットじゃ最近はその説が主流みたいだし。なんですか宇宙人って。太古の昔、円盤に乗って宇宙人が地球に訪れ、鬼ヶ淵沼に着陸したって言うんだよな。宇宙人は人間に寄生して脳をコントロールし、自分たちの生存のためにお社様の風説を流布してきたって言うんだよ。なんというか、その、さすがお二方、オカルトライターですね。あのな。あの、私は違うんだけど。まったく、そんなとんでも話ばかりじゃないぞ。例えば、その説によるとね、村の権力者たちは宇宙人に脳を支配されていたらしいのよ。そして村の人たちを意のままに操っていた。私がネットで調べた話だとね、無実の人を拷問にかけていたのは園崎家の人だったらしいの。園崎家って、あの園崎さんの家ですか？まあ、そういうことかな。まあ、園崎家は村の権力者には違いないけどな。まさか園崎さんが寄生型宇宙人だって言うんですか？むちゃくちゃだな。どうしたの乙部くん？いえ、ミヨンさんが宇宙人なのかと思ったら、なんだか面白くて。ミヨンさん？ええ、園崎ミヨンさんですよ。ミヨン。龍之介さん？ああ、ちょっと待って。まさか、まさか。それにしても宇宙人なんてすごい話ですよね。誰が言い出したのか知らないけど、よくもまあ。でもね、当時は実際に信じていた人がいたのよ。その説を信じた村の少女は学校を占拠して、教室にガソリンをまいて宇宙人説を必死で訴えたの。その少女の訴えが今日の宇宙人説の基礎になっているらしいわね。ねえ龍之介さん。ああ。
そういえばその少女はガス災害についても予言していたって噂があるんだよな。未だにガス災害が本当に自然災害なのか疑う声は絶えない。マニアの間では宇宙人を全滅させるために政府の秘密組織がガス攻撃したんじゃないかなんて説までがまことしやかに囁かれているくらいだからな。そこまで行くとさすがにもう全然ついていけませんね。私にも取り付いてるのかもしれないね。そう、寄生型宇宙人ってやつがさ。何言い出すんですか。冗談はやめてくださいよ。そうさ、私は本当はあんたたちに見えている私じゃない。私はね、実は取り付いている存在なのさ。変な冗談はやめてくださいよ。龍之介さん。ああ、悪い。龍之介さん、どうしたんですか。ゆきちゃん、ちょっと来てくれ。龍之介さん。いいからちょっと。あれ、荒川さん、ソリマチさん。ついに見つけたよ、この巻物が欲しかったんだ。リカちゃん、ありがとうね。これで全部片がつくよ。ゆきちゃん、見てくれよ、これ。被害者一覧。これがどうしたんです？ここここ、見てみろよ。え？そう、園崎美代。でも
どうして？そんなはずは。俺だって信じられねえよ。だけど、どうしたんですか？死んでるんだ。え？だから20年以上前に死んでるんだよ。その時ミオンは、見ろ、死んだ人間がどうしてここに。嘘でしょ、ありえない。それじゃあそこにいる人は誰だったの？この村は常識では考えられない現象が起きてもおかしくないからな。一体何がどうなっているんだ。